代々木第一体育館舞台裏、そこには真剣に練習をするフィギュアスケートアイスダンスの小松原美里・尊カップルの姿があった。すみません、私の YouTube チャンネルなんですけどいいですか？この日はスターズ・オン・アイス2022の出演日。初披露だというブリトニー・スピアーズの楽曲衣装の最終チェックをしていた。取れないより頑丈に。ブリトニーがこのマイク使っているのが有名なので、つけております。可愛い。今日は演技の時に一個ミッションがあって、楽屋でギャルピースが流行ってて。ギャルピース。ちょっとギャルピースやってみて一回。でそれをどこかで盛り込むっていう。プロの。多分日本人だったら誰でもできる。すごい、心強い。すごい。コスプレ大会みたいな。環境問題にも真剣に向き合う2人は衣装の素材にも気をつけているという。この日の一発目はサステナブルなファッションを目指し取り組んでいる H&M のペアコーディネートだった。美里本人の提案で今回早着替えの様子をカメラに収めることができた。舞台裏では会場のスタッフと仲良く会話する2人の姿。私もそう思ってたの。最高の悔しさと最高の嬉しさ両方味わったシーズンです。着替えてきます。着替えですね。はい。はい。いってらっしゃい。UNOです。みんなで遊ぶ時のやつにスケーターのサインを集めてます。今だいたいこんぐらい集まってすごい3年ぐらい集めてもし仮に全部埋まったらまた新しいどうしましょう。それここに行くこっち側とかメイクがなんか YouTube のコメント見てるとすごい好評で、なんかどうやって学んだの？でも結構YouTuber の方の見てますね。ゲテさん見てるし、マリリンさん見てたし、外国の方も見るし、でふんわり系も見てふんわり系試すんですけど、ふんわりしすぎちゃってなんか顔がないまま元の顔がないから今美味しい？誰が好き？それは難しい。エスパーとか、NCT とか、まあやっぱり BTS 好きです。やっと食べた。まあ、ケータリング担当みたいな方がヴィーガンなんで知っててくださって、これそうですよとか、嬉しい。レイちゃんが今日見に来たりすごいじゃないですか。え、しっかり喧嘩する？何に喧嘩するの？スケートの技術の話です。大体そういうスケートに関することで喧嘩する。それ以外の喧嘩はあんまないじゃん。ない。仲良し。オリンピックの後にもっと厳しくしなきゃみたいな感じで、さらにアスリートを感じするなと思います。お二人が。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、しょうまくん。同じステージに立つ仲間の演技を2人は尊敬の眼差しで応援していた。仲間から得る最高の刺激は自分たちの最高の演技につながるのかもしれない。楽しかったです。お友達も見に来てくれたりとか、嬉しかったですね。昨日だいたい真面目なやつやりましたので、今日最後でブリトニーのように遊んできたかなと思っちゃいますけど。ブリトニーはこのアイスショー初披露だったので、最初めちゃめちゃ緊張しました。で、まあちょこちょこハプニングありながら、でも楽しかった。2人にしかできないアートだと思います。かな？恥ずかしいくらい。ありがとうございます。これまで辛いことも悲しいこともいつだって2人寄り添って乗り越えてきた。そんな2人にとってアイスダンスとは2人にしか描けない最高のアートだという。小松原組が描くアートはこれからも多くの人の記憶に最高の作品として刻まれ続けていくだろう。